皆さんこんばんはやってまいりました火曜日の夜七時ですよエリューの愛で勝ちわらないとなんか今週も楽しくスタートしましたねけいちゃん はい、そうですね。始まりました。もうこの2時間思いっきりやっていけそうですね。はい、行っていきましょう。はい。うん、それをやっていけるのもハニー株式会社の提供でお送りしているからです。そして、リスナーの皆さんと、私たち、二人ですからね。てなわけで皆さん、今日もよろしくお願いします。よろしく。 いやー、なんか、また寒くなってきたね、けイちゃん。ね、急にまたね、寒くなりましたね。あんなにもう夏かと思ったのに。だから、25度まで上がったんでしょね、暑かったよ、本当に。だから今日さ、なんで心が寒いわけじゃないのに。えとっても寒いって思いましたね。とっても寒い今日。はー。もういい加減にしては暖かくなったり寒くなったり。まあでも、冬はちょっとくらい寒い方がいいかなって思いますね。 でもさ、うん、今沖縄、あの、今、今沖縄は野菜が取れる時期じゃない。あ、そうなんだ,そうなんだよ。沖縄で今キャベツとかレタスとか。えーうん、今が野菜を取れる時期なのに。んこんな寒かったら、取れなくって。急に値段は上がってるし。うんうんうん それでそうなんだよ。そうなんだ。<う>今、今、県産品の野菜が一番美味しい時期だなのな。だから残念だな、とか思いながら。あ、わっちゃうね。はい。でもまあ、それも、はい。 仕方ないかって見るしかないんだよね。で、えっと、早めにテーマ言っておきますか言いましょうか。はい。そうですね。えっと、ケイちゃんごめん、テーマお願い。おおごめん。今日のテーマはですね、まあそろそろバレンタインデーということで、それにまつわるお話をしていこうかなと思っておりますよ。その中でも、まずは、このテーマでいきます。えー。 愛し合ってるかいちゃんとドキドキしてますか恋をしていますかそしてバレンタイン。今年はどうするそしてあなたの思い出に残るバレンタインって何ですかっていう感じですね。あと二次元目に、繋がってると感じるとき、孤独のとき。ということで、ダブルテーマで。もうなんかね、みんなといろんなうま、恋バナですかね。恋バナ ドッキドキ <laughs> 古いもう恋バナって言われ。ああ、恋バナ、古,<い>古くはないとも思いますけど、私この恋バナっていうのを、する感じじゃないので、うんあ、さっきなんかちょっと打ち合わせでも、ね、ドッキしてるって言ったら、ああ。うん うんでじゃあ、エル<え>さんはどうなんですかもちろん,うん,、ま、うんっていう感じでね2人はスタートしましたそうなんですよはい。<laughs> 皆さんとはどん,どんどん盛り上がっていきたいと思います。はいえー、ところで、ですねけい、うん、ちゃん今日は、うん、なんて言ったって、はい、バレンタインデーって言ったら。 あの方ですよねゲストはね。ねそうですよね。はい。はい、<laughs> もう皆さんもきっと画面こうユーストとかねツイキャス見てる皆さんは、うん、はっ緑のタルトのパティシエって思ってるでしょ。<laughs> ねえ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 、はい、こんばんは。<laughs> こんばんは。もういきなり振られるって今かいって思ってますよね <laughs> きっとね。<laughs> <laughs> きっとそうですよね。はい、そんなこんなで今日はパティシエをもう巻き込んで、はい、そうですね。いろんな話を、うん、えこれケーキに関係あるの？みたいな話もしていきたいと思いますが、<laughs> はい、そんなこんなでケイちゃんメールアドレスの方お願いします。はい、メールアドレス、七九七アットマーク fm ぎのわんドットコム、七九七アットマーク fm ぎのわんドット。 ムまで送っててくださいおお待ちしております、はいえー、ではゲストのパティシエの話に行く前に。うん、はいはい。えー、来てるコメントの方を読んでいきましょうか。うん、いっぱい来てますよ。はい。えっ、ー、と、こっからかな。うん、ちゃんおかさん。はい。緑のタルトそう。ね。あの、覚えてらっしゃいます <laughs> あの、忘年会のゼロ次会でケーキ、あの、6人ぐらいで。 パティシエの店に行って、盛り上がって、一人4個とか食べたあの日のしし、ねはい、あの時のメンバーの一人ですね。こちらもその時のメンバーですね。イミッチャーさん、エリュウさん、ケイちゃん、あっ、おいしいケーキを作るお兄様、<laughs> こんばんは。 えとルッキーニさん、はい、こんばんは。先週木曜日に9年ぶりに健康診断に行ってきました。お<ー>おどうだったのかなね<え>ちょっとドキドキしますね、健康診断の聞くと健康診断っていう言葉って怖いね。なんかドキドキしますよね, <laughs> ねえ。それは違う意味でドキドキがありますね。はいえー、とルッキーニさん、えーとうん、診断結果はエリュー症候群と診断され、そ精密検査が必要。 ん精密検査送りになりますきっと重症かもよ。ね気をつけて早く。どういう症状エリア症候群って。ボケーっとしたり。ボケーっとしちゃうのそっち。あの、スケジュール飛ばしたりとか、噛み噛みになったりとか、あの、何が何だかよくわからんみたいな状態なんでしょうね。えっと、久々のスさん。はい。恋バナナー。バナナー。緑のタルトじゃなくて、緑のタルト。緑のタルト。面白いなみんな。 なんか緑のタルトって言ったらどんな色を想像しますちょっと黄緑私は黄緑かなはいえっとイミッチさん寒そうなエリュウさんのお隣で腕まくりを。だからね、ごめんねえ、私これ脱いだら T シャツだわけさえ、そうなんだ寒寒いえっとヘルニアムベンツ初見でございます皆さんこんばんは <laughs> なんかさ、このラジオネームとこのボケが、はいうん、あの、ギャップがあるところがなんか面白いこそね。コンババ、コンババナえコンババナコンババナなんかいい言葉でしたね。ばば <laughs> ベンツ語じゃないですか。<laughs> ベンツ語か。はい <laughs>、うん。難しい。<laughs> えー、北さん、今頃ですかこんばんは、っていうのは。<laughs> えー、もう遅いよね最初、こんばんは、でしょ。<laughs> うん、はい。えっ、ー、とですね、うんせ、ルキーニさんに対して精密検査、エリュー症候群、笑い、どういう笑いでしょうかね。かね <laughs> えっと、そっか、うん、僕はヘルニアですって。はい。はい。そうなんだね。ね <laughs> はい。それで、こんばんばなにな、ね。<laughs> こんばんばなーなんですね。あの腰にひかかあの響かないようにコメントしていって、 行きましょうかね。よろしくお願いします。はい、お願いします。じッチンさん来ましたね。えりさん、こんばんは。こんばんは。じゃあ、暑いので T シャツになります。はい。え、脱ぐと寒いし。半袖だし。そうなんだよね。えぇ。なんか、今日う、あの、すっごいバタバタの一日だったんですよ。内容はちょっと、けいちゃんのみにしか報告できないんですけどね。はいはいはい。それで、なんか、バタバタしてたので、うん。寒いけど暑いみたいな状態で、ああ。もう、打ち合わせに、あ、だめだ、やっぱり寒いわ。 大変忙しいですね。来たり脱いだり脱いだり着たり。私の人生のようでしょ。ええ大変ですね。<laughs> そんなこんなで、はいはい、えっとバレンタインデーの話に入っていきたいと思いますが、うんうん、あのー、パティシエ、はい、今年はバレンタインデーどんな感じで何してオープンしてそうですね初めてなんでそうファー、はい、ストバレンタインデー。 はは、それはだったり。わお。噛みましたね優勝コンビですかね近くにいるからだけんちゃんここに来てそんなこんなでですね、あのバレンタインバレンタインはいいよまあそんなこんなでそんなこんなでよバレンタインでどんな感じですかあのもう準備は着々とそうですね、まだちょっとえ。 店のポップみたいなのはできてないんですけど、商品だけは、ね、はい作りました。ああなんかさふと今思ったんだけど、あのパティシエのお店って本当にこうなんかこうパリを思わせる雰囲気じゃね、はい。パリっぽいですよね。ねで空間もあって、うん、椅子とかテーブルもあってなんかこうなんていうのかないいよね。んなんかこう,う来年のバレンタインデーあたりに誰か結婚式してもいいんじゃない？あーあー。 できそうな雰囲気ですよね、白いしうんいいよね、<laughs> ウェディングケーキなんかも作ってもらったりしてねああそうですああ、ウェディングケーキ作りたいですね,ねあ、ウェディングドレスじゃない <laughs> ウェディングドレスは <laughs> 別の方にお願いして <laughs> <laughs> ウェディングケーキだ、ね、いいの,の高いやつですか、そそうそう。段々になってるそう,そう。 食べてみたい私も一人で食べたい一人で、えー、<laughs> 欲張り切らないでホークシーっても。ってあそれはいいねーイエーイみたいな感じで食べたいですけど、うん、きっとあの下の段だけで終わりかな <laughs> 下の段食べちゃダメだめ <laughs> からだよ、ね、上からですね本物,、ね、物で作ってね <laughs> っ私の時は <laughs> あのですねあのパティシエになぜこの結婚式したらって振ったかというと、うんはい、あるんですよねやっぱりエ あのこっかのあれなんですよ私この間聞いていえ、すごいイオマチックって思った何があのバレンタインの話バレンタインであの素敵な話があるんですよ実は聞きたい聞きたい聞きたいでしょうどうしようかな聞かないのえ、ぜひ聞かせてくださいよあ話すっごい良かったエリウさんにバレンタインの話何かないかって言われて あんまり言うつもりはなかったんですけどそうなのよ。言わされちゃいましたねバレンタインとかで交際が始まる人っていないだろうなと思ったんですけどよく考えてみたらうちはバレンタインきっかけでその妻と名前知ってっていうのがあったのでイエーイ何それ素敵だからなんか話してくださいよ聞きたい昔総合格闘技っていうの試合に よく出てて出てたんですか？ブどウかだったのよ。面白い。ブドウ島じゃなくてブドウかだったんですね。ブだったんですね。そう。面白いですね。出てた時に妻がよく見に来てくれていて、で友達通じて僕の仕事場所を知って、読売タンからわざわざ那覇のケーキ屋にまで来てくれて、妻は読売タン中？読売タン中です。わお。でそのバレンタインの一日前になんか。 ちょっとしたお菓子買ってきたチョコレートと手紙も何も入ってないのをッとくれてその時に名前だけ聞いてやっと名前覚えたみたいな感じでキャなんかいいな何それやだようわーだってさバレンタインで告白するとかってさ学生じゃんなんかいいよね ときめいちゃうよね。超若いもんね。そんな告白なんてね。大人になってからなかなかしないですもんね。素敵。いいよね。なんかさ、こういうときめく気持ちってさ、あの、ずーっと思ってたよね。ねえ。別に相手変える必要なくって、私思うわけ。毎年毎年でその人で更新できればいいんですよね、きっと。だから、私はいつもずっとときめいてて、もう、もう、 もうだわけマイダーリン「アイラブユー」だわけさもう本当に、あの、今度生まれ変わっても絶対一緒にいたいみたいな素敵ですねもう大好きすぎてお前病気かって言われるんですけどねでそういうふうにさだからフェイスブックとか見ててあの、基本プロフィールみたいなのがあるじゃないそこに「既婚恋愛対象女性」って書いてあるとは 恋愛対象、妻って書かないの<ー>って<ー>。だから私、とっても、あの、はっきり言います。あの、フェイスブックで、恋愛対象、妻、じゃなく、うん、あの、異性を書いてある人は、あんまり信用してないんですね。逆にそこに書いてない人、<ー>あの、うん、恋愛対象とか書いてない人、この人、かっこいいな、と思って。 あれって選べるんですうんも自由に書けるんですかそうなんですかそう自由に書けるし間違ったまま投稿してる私がいますけどね何であのそうですね出身地が茨城になってるんですよなんか住んでる場所とかがいや私沖縄いるしと思ってあれ勝手になんかあのなんかやってるうち間違って押したみたいあと誕生日も違うし 皆さん、う4月5日じゃなくて3月28ですから、すみませんけど、これ直してもらおうとしたんだよね、けいちゃんに。そうそうそう、ならないんだよね。難しかったんですよね、なんかわらなくて。だから毎回言っておきます、私の誕生日は3月28日です、住んでる場所は沖縄です。で、パティシエ、バレンタインデーの前の日に、つまり告白はなく、ただ渡された。そうです僕が名前聞かなかったら、名前も言わずに去っていく、恥ずかしがり屋な。いや 可愛い,い、<laughs> なんで連れてこなかったの、今日。あ、仕事。<laughs> <laughs> 超いいあ、そう、可愛い。可愛いね、んなんか、あ、可愛い,い。絶対出ないです、恥ずかしがり屋。えー、そうなんだ、ーでも、そんな感じする、なんかいいね。いいね。うん、え、じゃあ、え、で、それで、次の日、バレンタインで。はどうなったの?。それで。うん。まあ、僕は名前知ってるだけなんで、どこ住んでるかも、その時はわからなかったんで。はい。 ホワイトデーの時にまたお返しできたらなと思って、うん、待ってたらホワイトデーの10日後ぐらいにまた店に来たんで、うん、その時にプレゼントを渡して、うん、で携帯のアドレスとかも教えてやっとメールができるようになったっていうんかこの奥さんのこのホワイトデーの前に来ないっていうのがいいな、うん、あ気を使わせないというか <laughs>、ね、気配りというか。そうねそうね <laughs> いいな、出しゃばらない女って <laughs> すいませんでした <laughs> え、あなたはそんなことないわよほんと出しゃばってない、うん、全然全然 <laughs> ほんとあよかった出、うん、しゃばる人だったら私たちやってらんないからさんんそれで私たち苦労してきたんですよそうそうかな <laughs> <laughs> まあそんなこんなで素敵な出会いですねうんありがとうございますうわけいちゃんいいねね<ー>えいいなそういう恋愛っていいないいななんかいいよねうん なんかこうドキドキしながら、うん、渡したバレンタインデーの思い出って、どんなのがあるええー、もうほんと、小学生とか。うん。もうほんとにその声ですよ。だよね。うん、いや、あ、そう、うん、うん、うん。小学校5年生とかまでじゃないかな、<laughs> そういうの、できたのって。ああえ、中学校の時はドキドキしなかったいやーなんか、 あの、同級生にときめかなくって、私は。あ、なんか、年上がいいんですよね。そうですよ。年上が好きだったんで。でも、けいちゃんぐらいで年上が好きっていうのはなんかまあいいけど、私も年上が好きなんだけど、私の年齢で年上が好きっていうと、介護に。介護って。ちょっとそれは。それぐらいの人まで好きっていう感じ。うん。年上かな。なんかやっぱり自分がこう、私の場合だと息子がいるから、ああそう、一日でも自分より、 あ、後に生まれたのは全部息子に見えるっていう。<laughs> <laughs> この頃ちょっと現象で、うん、あ、今かかっております、あの、オブラディオブラだ。ホーキーポーキーさんからのリクエストでございます。<っ>ごめんなさい。かかいやいやいや、いいですね。<laughs> いいいいもう、この曲を聴くとなんかハッピーになってきますからね。うん、ねはい。もうこのハッピーの 気分のまんまあのバレンタインデーも勇気持って、はい、突っ走ってほしいですね行ってほしいですね、うん、あー何だろう <laughs> どうする突っ走る前にその前にシコラって焦げたら嫌だね嫌だね <laughs> あのなんかこうあの人にあげたいって思ってんのにその前に彼女と歩ってんのを見たりとかしたらショックえあうその時チョコどうしますかぎゅ。ギ<ュ>ッ <laughs> <laughs> ギュッあの <laughs> 溶けるまで握りしめる <laughs> 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 あのバレンタインデーの <laughs> バレンタインデーはいいよって <laughs> 言いづらいですってねバレンタインデーは言おうバレンタインデーのネタでこんなに笑えるコーナーって他にはないはず、うん、よし、ね、言えた <laughs> <laughs> 結構言いいづらなところでそのパティシエで始まったわけじゃないですかまだその始まりですよどんどん行きますよそこから交際がスタートしましたいやしばらくメールでしたねお友達そうですねでも試合は見に来てよみたいな感じでチケットはあげる時ぐらいはあうみたいな感じでえか 逆にそういう方がときめいちゃうよね。なんかね。いいな大人の恋だね、なんか。なんかいいよね。ねなんかこう、ピュアなんだけど、ちょっと大人の香りがする。そうそうそう。いいないいなぁ。いくつになってもそれはいいなうん。いいぞ。人の恋バナって面白いですね。面白いよね。あの、ドキドキ、テレビ見るよりいいよ。うん。ね、ほんと。 下手だドラマ見るより面白いほんとあの作りすぎてるからねドラマうそこまでなんで落とす必要があるのみたいな、うん、傷つけなくたっていいじゃないみたいなね <laughs> あるある、はい、ハッピーエンドだけを望んでるエリューでございます、はいえー、そんなコーナーでございますがそういうなんかこう素敵なバレンタインデーのこのねあの生まれた恋をそのまま、うん、愛に移行して結婚したわけでございますがそうですねはい、はい、でそのパティシエが、うん、今年作りましたバレンタインデーのプレゼント 見せましょうかあぜひお願いしますそう、実は去年持ってきてジャジャいただいてるんですよね<う>えっとチョコレートのタルトとチョコレートのケーキが入ってるんでしたでしょうか、えー、フランボワーズのタルトとチョコレートのケーキ、ねはい、あ、フランボワーズなんだ、はい、どうするねバラヤだズド,ドゥドゥ <laughs> <laughs> どうわっと聞かれたら食べたいですそうだよねそれはねどうするちょっと待ってよこれをカメラに見せちゃう見て見えたみんなピンクと水色のリボンがついててもうなんかさあのバレンタインデーを通り越してなんかさ結婚式の引き出物ぽぽいいなんかこれを買ってプレゼントしたらもしかしてあらだ叶っちゃうかも叶っちゃうかもうん でなんか中にいいるんですよね、うん、クッキーのあいつが<う>なんて名前でしたっけあな名前はまだ決めてないんですけど三 <laughs> 人揃って三兄弟、はい、ナッツ三兄弟ってや、はい、ってるやつの,のナッツじゃなくて今回ハートを持ってるクッキーマンをかわいいピンクのハートを抱きしめてるフランボワーズの タルトの上に。そうですね、はい。いやー、ちょっと甘酸っぱい。ねえ。ー、甘酸っぱいものから愛が生まれていやー、どうする、どうする、どうする。ちょっと一人でもう、なんか恋したいな。ちょっと待って、恋してないのうん。してないと言えば嘘になるけど、してると言っても嘘になるかな。なんかさ、私はしてるよ。 うん、旦那さんにでしょそうですね、話の流れから。そうです。はい。あの、そうでございます。えっとですね、あの、もう、ケイちゃんもう、おち言っちゃったから、なんか。あ、ごめん。ちょっと、ちょっと膨らませようかなと思ったけどでも私はみんなに、でもさ、恋って人だけにじゃないよね。ああね。そう。おわかる。わかる。なんかまず、私、あの、 もうこの食べてしまいなさいって送ってきたのはきっとお母さんだろうなちゃんお母さんだろうなこの言い回しは、まあ、ありがとうございますえーとですねもうどんな思いでこのこの組み合わせというかにしたんですか、はい、そうですすかそうねあの、まあ、2つとも人気があったというか、うん、このクッキーの人形はとてもみんな かわいいって言ってくれるんでいいのよちっと作りたいなって思っててこの下のフランボワーズのタルトも新しく挑戦して、うんはい、赤にしたくて挑戦してその上に乗せてみましたえっとさ赤ってみんな当然さ、うん、情熱の赤とか赤いバラはね愛とか言うじゃない赤って言葉にできない思いが内側にたまってるの。誰か聞き届けてってっいう 色なんだよね。あら、そんなことそうなの。赤ってそういう、そういう、あの、エネルギーを持ってる色なんだよね。だから、告白の時には本当ぴったりなんだろうね。絶対バラも赤がいいですもんね。ねえ。いやどうしよう。えっと、今日はですね、あの、初見さんが多いですね。おっしゃってますね。はい。一服堂さん。 はじめまして。はい。じめまして。どこまで降りていきましょうか、ケイちゃん。聞いた方も幸せになりますね、と。はい。そして、聞いただけて美味しそう。かわいいって。あの、安心話です。安心してください。私たちが食べます。はい、食べます。いただきます。あの、皆さんに、あの、ぜひね、あの、ご紹介したいと思います。えーとですね、ドドドドドーン。ごちそうさまというところが、ときめき。え、どこだろうどこまで行ったんだろう、ケイちゃん。いっぱい来てますね。はい。ありがと。こっちかなはい。ルッキーニさん。はい。 くさみでぎっくり腰になるよはい。え、ヌぎヌぎハッチさんから。はい。え、ルッキーニさん。そういえばギノワンにも、もう一曲、新規にコミュニティム曲ができるね、と。あ、そうなのそうなのそれは聞いてないなえ、エリューのナイトでナイト。えあ、違う。ごめんなさい。なんでさんから。今夜のツイキャスは、ほぼほぼタイムラグがないね、と。あ、よかったです。で、こちらも、あの、シグナスさんという方。初めてかな はい、えりゅうさん、けいこさん、こんばんは。はい、生放送頑張ってね。というコメント。ありがとうございます。頑張ります。はい。はい、えー、ルッキーニさんは、はい、糖分の過剰摂取は糖尿になるよと。大丈夫。 大丈夫。大丈夫。その前にアボカド食べるし、その前に朝ちゃんと。アボカドそう。アボカドは、あの、食事の前とかにとると、あの、オリーブオイルと同じ効果があって、必要以上の糖分、油分、塩分、そういったものを全部体外に排出してくれるわけです。え、いいね。だから食事前に、あの、サラダでも何でも食べるときは、アボカドを入れたものを食べるとか。あら。あと、 ちょっと脂っこいもの食べるなっていうときはオリーブオイルをかけて食べるとかすると OK い喉の炎症も治してくれるのでいい、えー、素敵、はい、ハッチさんから、はい、バレンタインラブということで。 格闘家なのびっくりしてます。すね、体格がいいなと思っていたら格,格闘家だったんですね。ね<え> <laughs> もう、この話もちょっとしていきたいと思いますね。はいえー、みっちゃさんから。おーうちも妻から高校2年の時、バレンタインの告白されたのがきっかけですよ、と。はい <laughs> マジでーいるんですね。もうなんか、すげえ。いいなー。すげえ。<も>高校の頃からなんだ。 イミッチャさんってなかなかかっこいいもんね。かっこいいですもんね。でも高校の頃の写真見るとおじさんなんだよ。えなんか落ち着いてるというか落ち着いてるってことで。そう。すごいわ。ね、ハッチさんがね、格闘家からパティシエに華麗に転身と。どういうことだったんですかう、同じようこでさ。ねえ。すごい。すごいですね。 え、きたさん、ときめきえる。はい、そうです。もう生まれた時あると、ずっとときめいてます。え、ヘルニアベンチさんから。みんな素敵。僕なんかヘルニアバレンタイン。バレン面白いのこの方。え、ルッキーニさん。恋愛対象がエリュウさんやったら私、あの恋愛偏差値低いですからね。答えは以上で。え、きたさんから。恋愛対象は同性とか異性を選ぶのでは。個人を指定できるのかなという。 わ、うん、かりません。あ、そっかそっか。うん、あ、そういう意味ね。うん、じゃあ、私どうしようかな。<laughs> いっぱい来てます。すね、はい。はい、ヒューヒュー。いみちゃさん。はい。打ち合わせの時、エリューさんと旦那様の会話が聞こえてくると、ラブラブの学生カップルみたいで、こっちが照れてきますよね、ケイちゃんと。本当に。あのね、 そう打ち合わせでたまにね、旦那さんいらっしゃるんですよ。<ー>そしたらね、あの、すっごい笑顔で、エリュウさん。すっごい笑顔ですっごい可愛い声で、ね、はーい、来たのーってなるのがいつも可愛いんです。<laughs> 可愛いです。はい。エ、えー、ルッキーニさん、<laughs> 私が介護しに行ってあげようかと。お待ち申し上げております。はい。えー、こんな感じかなはい。はい,い。いや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 、来てるな、ししあ、まだいっぱいいますよね。ね<ー>はい。 そうですね。やっぱり一福堂さんは、えっと、初見さんですね。どうぞ、これからも末長いお付き合い、よろしくお願いします。はい。そうだよね。もう、さっきのパティシエの話とか聞いてるだけで、本当に幸せ。もう、人、もう、みんなあるよ、みたいな感じでね。あはいメッセージもたくさん来てます。いぜひぜひ。お願い、ケちゃん。えっと、こちらはですね、はい。ふら、んこれは違うかなはい。こっちから。 えー、沖縄の風さんからのメッセージ。ーはい、えり、ー、エリ様、し様、潮平様、緑のタルト様 <laughs> <laughs> お久しぶりです。皆様お元気ですかいいですね、はい、えー、でも番組中にスタジオ内で食べちゃダメですよ<え>と。 いただきまーすー今、今このタイミングだよねと思って、ね、フォーク、フォークさんからのメッセージええはず、ケーキおいしそう、腹減ったお腹空すいたから文房具屋さんに行こうかな <laughs> だから言ったじゃない、明日が安い日よって、ね、<laughs> 何を食べるの、文房具屋さんであの鉛筆,鉛筆削りか <laughs> ー<ん>えーっとですね、そうです、岡、はいえー、さんからえー、っとですね うん、エリオさん照れてますそうですあなたに照れてます <laughs> はいえっ、ー、とそうですよやっぱりスタジオでね食べないと皆さんにこの美味しさはれないしそれなんですよねえケイち,ちゃんこれ食べちゃうよどっちから行ったらいいのかなチョコレートの方から行ったらいいかなあそっちを食べるのえたくさん持ってきた方じゃないんだえだってフラフランワースはここにしかないからかだからこれは半分どうしたらいいパティシエ <laughs> あお好きなように食べてください <laughs> えっとどうすどうしたらいい 食べよ <laughs> どうするけいちゃんチョコから行く私チョコ食べる半分ごずつ行こう、うん、じゃあけいちゃんからはいあ、はい<う>じゃあ私チョコの方先にいただきますね、うんうん、はい、ホークはい、どうもありがとうございますう<えっ> <laughs> そうだ、はい、もしかしたらユーストの方にドクマエさん来てんじゃない、うん、あ、ねさっきからね、ちょこちょこ見てるんですけど来てない来てないんですよあ、ちょっとあ、可愛い,い このラジオ自由でいいの？いえ素敵ええじゃじゃ下からだじゃ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 いや <Yeah. S 2> 上の蓋がでかいんで気をつけてください <laughs> うわーちょっとちょっとどうするねえー、っとどこまで近づけば見えるかな？<laughs> 見えるこのあのハートを持った夏さん兄弟のラブちゃんででーあっ手が震えるいやよしあなんか静かだなと思ったら <laughs> <laughs> 一生懸命静かだなあっちょっとちょっとこれさあの写真撮ってフェイスブックにアップしたらみんなもっと見れるよねそうだねどうするケイちゃんの方で撮る、うん、じゃ自撮りでいいですか OK <laughs> じゃあ私もこっち撮ります <laughs> はーい あの、私とケイちゃんは後で組み合わせてこう見てくださいね。うん、ハッチーさん欲しいでしょ欲しいでしょ <laughs> エリュー、決して意地悪なわけじゃないですからね。そうなんですよ。みんなにね、あの、この美味しさを伝えたいだけなんですよそう,そうそうそう。えっと、どうやって写真撮るの <laughs> これだはい、ちょっと待ってよ。 ねえねえみんなチョコレートケーキとか大好き大好きあそうだこの間さ私さ緑のパティシエのとこに行ったわけごめんごめんサニーサイドケークスに行ったんですよねでこの間フェイスブックにもアップしましたが、うん、なんと、はい、季節のタルトタ<お>タンカンタンカカンもうなんかこのショーケースの中に太陽があるかのようにまばゆい。わお もうオレンジ色が輝いてたよね。いただきます。もうめっちゃ美味しかった。召し上がれ。どうぞ召し上がってください。うん。わあなんか元。うわお教しいあちょっと私そこまで。そうなんだよ私さ。どうなってるんですか。はい。あありがとうございます。あのこれ周りがカリカリで中がすごいしっとりしてますよね。そうですね。結構チョコレートが多くて粉を少なくしているのでちょっと柔らかい感じなと中に。 ラズベリーの生チョコが入っています、うん、あ、あれおいしい <laughs> ちょっとケイちゃん写真撮れないよ甘すぎないあねお願いみんな届けられないかもえー、ちょっとなんかフリーズしてるこの美味しさにびっくりしてるのかもようん。うん、ちょっと私食べんの我慢しようだって写真撮る前に食べたらまずいもんなこれは止まれませんな <laughs> じゃあえい,いよ半分食べていいよいいんですかいいよで半分食べてこっち来たらまたケイちゃんにこのフ,ンフランボワーズを引っ越しさせて、うんうん、でケイちゃん写真撮って、うん、でまたわかりました戻ってくるみたいなで私がそれを後でシェアする、はい、<laughs> 上のやつは何なんですか上ののやつこれはあのー、あココナッツの で、描いたハートの模様と金粉ですねうーんー、ちょっと本当に美味しいありがとうございますうんちょっとやばいうんはい、半分よ <laughs> いしょ待ってよも<っ>うん、あのカップから外してる滑っちゃうから、うん、あちょっとちょっとえー、なんか愛のお裾分けって感じだよねえー パチエ食べますいっぱい食べてる <laughs> メッセージ来てます <laughs> はいえりゅうさん、しゅうひらさんはいラジオですよ無声はダメですよ <laughs> ごめんごめん食べていても話し続けないとごめんごめん夢中になっちゃった私のところに回ってきたうん。チョコレートケーキいただきます、うん、本当それ美味しいんですよこのチョコなんか私チョコレートケーキっていうとちょっとこう重たい感じガシッとした感じかなと思ったらふわっとしてるそうそほぼチョコレートですね 溶ける。いっぱいね、メッセージ来てますよ。えー。うん、<laughs> めん、溶ける。食レポお願いしますと。工藤 <laughs> さ,さんからは半分こ。電話も来る <laughs> 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 電話も来るよ。すごいよ。<laughs> 北さんから。えー、この番組、順調に視聴者が増えてるよね。すごい。皆さんでどんどん、ツイッターで拡散しようと。ありがとうございます。あのさ、うん、私、ホンダンショコラが大好きだわけ。わかる。それに近い。そうですね。うん 中の、温めてとろってくるのの、手間を省いて、うん、口に入れたら口の中のこの温度で、ふわっと溶けていく感がある。うんねうん、えー、<ー>北さんから、食べてもいいけど、ラジオだから喋り続けてよね。放送事故になっちゃうよ、と。もう事故ってますね、だいぶ。<laughs> え、ハッチーさんからは、くれー <laughs> とえー、いや、けイちゃんは食べたいだけだねと、かっこ笑い。はい、そうです、食べたいだけです。えー、ちゃんおかさん、サニーサイドケークスと教えてくれました。<laughs> <だ>ありがとうございます。ますえー、みんちゃんさんが、なんだか赤いキツネと緑のタヌキ的な感じに聞こえると、緑のパティシエが。<laughs> <laughs> きっとね。<laughs> あの、私、うん、あの、普通こう行ったら、まあ、ね、テイクアウトだったら、何と何と何とくださいって言うんだけど、うんうん 大体テイクアウトのバカかっていうぐらいね<え> <laughs> ど,どうやって食べるんだろうっていつも心配になりながら売ってますから、ね、<laughs> まあ,まあ、ね、おご家族いっぱいいるからねエルさんとかうち子供多いんですよはいはいまあそこに私がカウントされてるっていうかだね, <laughs> <laughs> ね大体自分の分は2個3個っていうカウントしてるので 2>, 2個3個、はい、すごいね前なんてあのこのショートケーキホールで食べたいんだよねでずーっとて <laughs> このショーウィンドウの前でずっと言い続けて、うんうん、うーん、うーん、やっちください <laughs> 食べましたけどね。うんすごい,すごいあすごいそんなこんなで、ですね、はい、この本当においしい、この酸味とかもいい、ねうん、私、甘いものとこの酸っぱいものって結構組み合わせが苦手なのに、はい、嫌じゃないあ、そうですか、よかった。何も<物>の <laughs> うわ、すごいわ。 もう一個の方行いきますね。フランボワーズのタルトはいそうです。おおおたけびをうん私こっちが好きです。えまだそっち分かんないから何とも言えないけどでも結構食の好み一緒よねけいちゃんって私ね。フランボワーズっていうから結構酸っぱいのかなと思いきや。 結構甘めですね。あ、ほんとあの、うん、私ね。 いちごが決して嫌いなわけじゃないのよ。あ<ー>そう。あの、ね、なんか、いちごが嫌いってみんなに広まっちゃったんだけど、いちごが嫌いなんじゃなくて、うん、このせっかくおいしい、本当においしいケーキ屋さん乗って、いちごショートとかでも、いちごなくとも最後までいけるというか、うん、軽いというか、まるで本当空気食べてるような感じがあるから、<laughs> そこに、あえてなんでそれを消してしまういちごなんか食べなくちゃいけないんだっていう部分で、いちごがちょっとあんまり好きじゃないって言ってたんだけど、いい言葉足らずで、 なんか、いちごが嫌いって広まっちゃって、うん、あの、ま、あ嫌いなんですけどね。嫌いなんです。基本、あの、1時間以上、こう、すごいイチゴの中にいたことがあるので、うん、その匂いで酔っちゃったっていうのがあって、はい、わ、ありがとう。それで、それで、なんか、いちごがちょっとね、なんですけど、あの、おいしいわそんなこんなで、写真忘れた。 でもあマジで <laughs> <laughs> う嘘じゃあいいよこのあのえー、忘あのじゃあさこの食べたやつでもいいからごめんあの大丈夫みんなこれが私たちだから。<laughs> <laughs> これが私たち。そんなんだからさ。そうそうそう。みんな気にしないでごもめんねみんな。あの、好きでしょこういう。私たち。こんな二人がいいでしょそう。これだからやっていけんのよ。勝ち割らないと。はい。あの、てなわけでですね、皆さん、どうにかこれは写真に収めます。食べてるやつだけど。うめえ。でですね、皆さんに嬉しいお知らせが。はい。あの、先週私とケイちゃんの方から、はい。 あの、今週と来週、うん、えっと、コメントでとっても面白かった人に、あ,<ー>あの、私たちからバレンタインデーのプレゼントをあげますと。はい、まあ、今週二人、来週二人って感じであげるよって言ってたんですよ。うん、そで,でそんなところにね、緑のパティシーが。<laughs> いいところに。<laughs> いいところにやってきて。はい、実は、サニーサイドケークスの方からバレンタインデープレゼントがあります。イえいえ、イ,イ <laughs> ありがとうございます。今日ご紹介したこちらの、 レンンタイデー用のケーキのセットを何名様にじゃあ5名で。ってことはリスナーさんに3名で、私たちに1個ずつちょっと請求してみたいですごめんなさい。まあほんとになんかねいやこれは人の力を借りて愛が伝わる感じがする。そうねいやこれは あの、ね、今こう自分で作ってプレゼントするのが早い私、うん、めっちゃ今いい言葉が思いついたから言ってないんだけど。っ任した。愛って形がないじゃんうん。例えば、うん。形で表すとしたら、うん、これだなっていうケーキ。ああ、うん いいぞすごいことだ親顔で言ちゃった恥ずかしいだって角度が変わってたもん。ちょっとね。ちょっと横かっはい、どうぞ、どうぞ、けてください。えーとですね、なんか、ちゃんおかさんがコメントで、これからチョコレートケーキ買いに行こうって言ったけど、沖縄に買いに来てください。パパ行ってもこの満足感はないですからね。はい。えーとですね、あの、沖縄在住の方は、できれば、はい。えー、サニーサイドケークスの方に直接、ですね、行ってください。そしてそこで、 何だっけだっけって言ってくださいそうしたならばほほいのほほいって感じでパティシエがこのバレンタインデーのケーキをあなたにプレゼントしますお願いしますそれで沖縄から離れてる方はい えーとど,こどこでもいいですよ。東京であろうが、北海道であろうが、うん、宮城であろうが、えー、名古屋であろうが、えー、鹿児島であろうが。はい、あのでも、裏添えとかって言って送ってはないですけどね。そうですね。はい、県内の方はぜひそうそう取りにい,にいらしてくださいえーと、えー。県外の方はこちらから発送させていただきます。うん、えどうぞ、えーと。発送、どうする発送して当たったよう教えるそれとも、あ、だめだ。住所聞かなくちゃいけないから、はい、発表しましょうね。はい はい、後ほど、うん、ってなわけで、うん、えー、ちょうど40分なりそうなので、はい、一度 CM いきますか、はい。じゃあまた後でね。はい。 おいし,しかったって私まだた言ってないんですけど、今、フェイスブックの方に、エリュエリュで検索していただいてた、あのそこにね、ケーキの食べかけがいあり、ます <laughs> <laughs> あのちょこんと可愛らしく座っておりますが、うん、そうです、皆さんよかったですね、ふとっぱらーっとハッチーさんから来ておりますが、うん、えっと緑のタルト。 <laughs> <laughs> サニーサイドケークスさんの方からのプレゼントがございました、はい、あのですね私今日サニーサイドケークスってこうフェイスブックに載せるのにスペルを間違っちゃいけないと思って検索したんですよ、はい、緑のタルトギノワンって出ましたよあそうですかすごい,いす、ね、緑のタルトタルトを食べたかったらっ出ましたから<ー>あのみんな検索してみて緑のタルトギノワンで出ますからねサニーサイドケークスすごいですねはい <laughs> あのプレゼントを取りに行く方 あのそれで検索してもオッケーだしあの、どうぞね、本当に出てくる。はい。美味しいケーキあ、美味しいタルト、昨日ワンってやっても出てくるはず。うん、すごいよ、はい。嬉しいですね、うん。もう一発で出ましたからね。はい、はいえー。そんなこんなで、えー、コメントの方を拾っていきたいと思います。お願いします。はい。 ええと、どっから行くあの、太郎ケさんが今日お仕事と言ってましたが、うん、コメントをくださいましたね。本当だね。のほー、緑のタルト、美味しかったよね。あの時一緒にね、ね<ー>食べたけど。はい、一福堂さん。えー、家では真似できない味ですかできないね。ーねえ、はい。あの、きっと、真似したら、真似したら、お腹壊すよ。え <laughs> <laughs> 愛じゃなくて、出来合いになっちゃいそう。<ー>はい。 ええとですね。うん、ここは行きましたね。ずーっと行って、あの、え、どこだろうあ、みんな喜んでますね。プレゼントがあるっていうところで。<laughs> イェーイって言ってますね。はい。えーと、北さんがサニーサイドケークスの店名が緑のタルト屋さんに変更になっちゃうよーって。ごめんなさい。でもやっぱり緑のタルトが、なんか、美味しいんだな美味しいんだなー。どれ食べてもみんな美味しいんだけど、うん、あの、 なんだろうそれぞれになんかこうこんな言い方するとあれだけど本当に愛があるというかなんか慰められる時もあり元気をもらう本当にねそんな感じのタルトとかケーキがあるんだなでね一福堂さんがねお家でケーキを作る時のコツってありますかって言ってるんですけどコツってあります何ケーキかにもよるんですけどまあですよね。材料の温度 にはすごくレ<度>、はい、ームは冷たくなくちゃ立たないしまたもうも使うものによってはいい感じに溶かさなくちゃいけないしうん、うん、そうあとは衛生のこと考えてますそうだよね,そ,うだよねそれはもちろんですね。 ありがとうございます本当だよね、はい、なんかあのパイ生地私もよくお家でなんか納得するケーキ屋さんが見つかるまでというか、うん、食べたいもので納得する場所のところが見つかるまでは自分で作り続けるタイプなんですよすごいタイプですね <laughs> <laughs> まあちょっと変なやつ <laughs> <laughs> でそれでなんかこうしまいにあのタル,トタルトのフルーツまで作りましたからね宮城にいる時<ー>一軸のケーキが食べたいって言って<ー>そ<う>一軸そ,うそれをこの間マーコさんと話して盛り上がったんですけどまあそれは置いといて、うん、あのパイ生地作る時前の日に作んなくちゃいけないじゃないですかそうですねもうほぼ1日から2日かかりますよね,ね,<え>ねえ大変だいやー本当にでたしあのパイ生地をちゃんとやっといて冷凍庫から出した時とか、うんうん、あのー 私が時間かかるのは、そこでもたもたするので、結局パイ生地が伸びちゃうんですよ。ビロンをって溶けちゃうというか。パイ生地難しいですよね。ねえ。本当に、これからもどうぞ、美味しいケーキ作ってください。しいケーキ作ってください。てなわけですよ。はシェフはさっきちらっと格闘。シェフパティシエそう。だから、これでも盛り上がりましたよね。はい、そうですね。もう、総合格闘技。ねだから私、もう本当に、あの、この番組始まる前になんかこう、 ねえ、話をしてた時に、もっと若いと思ってたわけし、あの、シェフのこと。はいね、27ぐらいでしょって言ったら、言っていいんですかね昭和52年でしたっけ、はい、生まれが。えー、大人なんですねっていう話をしてまあ、大人 <laughs> なの大人でしょうけどね。まあね、まあ年齢的に大人なんだなと思ってびっくりして、<laughs> <ん>えー、そうなんだと思って、この間会った時は本当にもっともっと若いと思ったので、あの、私もあと10年ぐらい、この自分がはらやってた空手の時の年齢、 ぐらいに総合格闘技と出会ってたら、そっちやってたねっていう話、あれ?。押して、あれ私言ってるよね、空手を。うん、空手をしてるってね。そう。だから、いや、私、総合格闘技やりたかったなあっていう話とかしつつ、この空手とかね。話で盛り上がって。うわ、なんか、こ、こういう話をできるパティシエがいるなんて最高だなと思いましたね。ね、本当。えっと、コメント来てます。ヒロさんから。えい、同い年、見た目若いと。 ねえ、本当に。はい、え、でね北さんが、確かに、緑のタルトのワンで検索したらヒットしたさーと。もう一つ来てます。ね、すぐ出てもう一つ来てます。沖縄の風さんからも、はい、おー、はい、緑のタルトのワンで検索したら、一発で出てきました。すごいーと。ーもう本当、えー、すごいね。で、なんかね、前も、 前パティシエが来てくれた時にも話したんだけどもし行ってこのショーケースになかったらこのケーキで食べたいって思ってるのがなかったら言ったら作ってくれるわけねそ場でそう出来たてを食べれるんだよみんなやだわもうでもちろん特別注文とかしたらそれは料金的に変わってくるけどあの ちょっとわがままも聞いてもらえるちょっとのわがままいいんだそうあの私マスカットが大好きでブ、うん、ドウが好きで緑のタルトをブどだけで作ってちょうだいってもうそしたらクリスマスに作ってくれてめっちゃ美味しかった<ー>、うん、もう十何人来たんだけど、うん、あの時にパティシエが作ってくれて持たせてくれたケーキが3つあったんだけど、うん 完売っていうのな完食、うん、もうケーキでみんなもう盛り上がっちゃってチョコレート生チョコのケーキと、うん、生クリームと。 あと、タルトでしたね。ああ、いいなもうすっごい。そう、私もクリスマス買いに行ったんだけど、うち家族が少ないから、ホール買えなくって、ピースで買っちゃったんですけど、それでもね、幸せなクリスマスでした。もういいよね。クリスマスなんかみんなでね。来年はケイちゃんたちもおいでよ、うちに。ああ、もうぜひ。あの、事務所でやったので、あの、立食式にして、もうテーブルを寄せて、楽しそう。 で食べた順から2階にって暴れてたという。暴れるんだ。そう、なんかまあ子供たちがですけどね。ああよかった。まあ私は私私はもうずっとホストですよ。もうね。そんなこんなで楽しい話がいっぱいあります。あのパティシエが格闘技をしようと思ったのは何時だったんですか？子供の頃からそのテレビとかでジャッー・チェンとか見てて結構いいな。ああそういうことか。くすぶってたんですけど。はい。前船に 乗っててる仕事してた時にそのえ船ちょっと待って、朝釣りに行ってくるよ、グルくんとかじゃなくてもともと船乗りになりたくて会員,会員学校行った後にそういった船の仕事もしてたんですけど、ね<ー>はい、ちょっと船酔いが治らなすぎて。<laughs> 船は降り降りましたえ、何を釣ってたんですかいや釣り船じゃなくて調査船みたいなのを運行するとこに入ってもう地球一周回ったりとかお<ー>すごーい、はい、楽しかったんです,すご,あのごめん今私さ本当嫌だな、うん、地球一周って言われた時自分のいること とこを中心に考えるから反対側に行ってよく落ちなかったねって。どういうこと <laughs> ごめん。ここにはちゃんと重力がありますからね。落ちるわけないんですよ。うん、ごめん。びっくりしました。<laughs> ちょっとね、違うことを考えても。ごめん。うん、これでも大人なんでごめんなさい。<laughs> ドキドキ。大丈夫です。あ,あれなになにやっぱりそれはないでしょ。チョコレートケーキ食べてって。あ、<laughs> え、おい。 たまたねー、じゃあまたね、ギャラリーにいてくれた、守り、はい、あのね、守り神が行ってしまいましたが。が守り神。はい。はい、えーっとですね、そんな子の船も乗ってた。はい、船乗ってます。船では、じゃあ、ときめきよりも船酔いだったんですね。そうですね、もういつも吐きながら仕事してて。<laughs> かわいそう。<laughs> かわいそうですよね。<laughs> そっか。<laughs> そんな船乗りもいるんですね。そうなんです、ね。あの、私、釣り好きで。うん。船、あの、あの、堤防とかでもやるんだけど、 あの船とかでも釣りするんだけど湾か,、ね、から出たら釣りだったら湾から出たら、うん、酔いが止まる<ー>釣りが始まったら酔わない。 釣りが終わった瞬間酔い始める。へえ。やっぱ興味持って帰ったら大丈夫なんですね。そうそうそう。でも、みんながすっごいこの、私と同じ船に乗ったら、みんなすっごい釣るわけ。もう嘘でしょっていうぐらい大量だわけ。すごい。もうガン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 帰りあの、居酒屋にでもおろしますかって言われるぐらい釣るわけさそんなにそう、100匹とかさ。わお。ところが、なのにだよ、釣り好きなんだけど、私は、 いつでもみんながどんだけ釣っても1匹とか2匹とか、うん、<laughs> いい時四4匹ぐらいしか釣れないわけ。ええー、私釣り行ったことないんで、その感覚はよくわかんないんですけど。うん、で、じゃあ場所かなって移動しても釣れないの。うんうん、技術があるんですかね。いや、でね、この蒔絵っていうかさ、この餌入れる、あの、オキアミとか入れるやつが、うん、いつもあげるとボロボロになってるわけ。うん、で、そう、船の、 あの持ってる人に「もうねえねえやめた方がいいよこれもうコストかかりすぎ!」とか言われて「<laughs> あんた魚屋に行った方がいいよ!」とか言われて <laughs> で「私だって払ってんのに!」とか思ったけどうん、うん、本当にもう1回の船に乗った時に10個ぐらいもう魚にやられちゃって「あまやめて!」って言われて「うん、じゃあいいよ」ってやめたらここにウミガメが来てプカプカして、うん、でウミガメをずーっと見,せ見てて「あウミガメはきっと魚欲しいんだな」と思って「じゃあ」って。 魚をやったら食べるわけそれが面白くて結局ゼロ匹だわけなんかそんなこともありましたけどねだからあの船に乗って帰ってきたら陸に上がった方が酔うけどパティシエは酔ってたのね大変だよねでも船酔いはね二日酔いとつわりが混じったような感じっていいますかね。 うん、2日酔いはわかるけど <laughs> <laughs> まあそんなんですよええー、そうだったんだん調査船かっこいいですねでも僕は調査しないですよ、はい、の船の運航だけうわーすごいじゃあその一周してくるのにどれぐらいの時間かかるんですか日数っていうかはもう調査しながらなんでもう、うん なんでまあ一年かけてまあぐるっと一周回ってきて、えー、うわ辛い。そうじゃその間あの仕事も辞められなくてもう吐き吐いてるから辞めたいんですけど辞められなくて、ね、<で>帰って来れ帰ってきてから辞めてって感じですかわいそう。可哀想だよね日本に着かなきゃ帰れない。 <笑>,笑っちゃいけないけど笑えるね。ねここですね。楽しですねなるほどね。まあでも楽しいでしょう。ね、それはもうずーっと船の上なんですか。はいえあの、はい、外国寄ったら外国出て,ていいですし、港ったらまああんまり寄らないですけどね海の上で停泊とかなんで。うん、へ<ー>え。え食べ物とかどんな感じだったの。食べ物が本当に美味しくてあの。 船のコックさんってすごい腕がいいんですよね。ねえー。あの、海軍海、海上自衛隊のコックさんもやっぱり上手い人しか行かないけどね。そうなんだどんなの、どんなのもうごちそうですよ。カレーと刺身とまたなんかもうメインが3つぐらいいつもあるみたいな感じです。ええー。すごい。生まれ変わったら船乗りになろうかな。そう <laughs> い,いです起 <laughs> <laughs> きるよりも良かったですしね。あのー、あどうするいいね。船で世界一周っていいね。ね。あ、だってさ、なんか船は、 全部含まれてるんでしょあの、旅行用の船は。もう、乗る、うん、乗るのも、食事も、ここで使う、うん、なんていうのお金一切降りるまで、すべて、ここでのすべてが含まれてるって、旅行代金。 んななんプール使おうが、クラブ行こうが、クラブもうほんと、食事しようが、うんうん、ただ持っていくものは、やっぱりドレスコードとかあるから、<ー>それだけはしっかりしていかないと。えー、でも、そんなドレスコードなくして美味しいものが食べれる、そっちがいいな、私は。<laughs> 作業服にくことあ作業服私さ、スーツ姿の男の人も好きだけど、作業着が好きなへ<ー>の。えぇ、つなぎみたいなやつ。つなぎみたいな。 なあー、かっこいえいと思った、うん。まあ、一生懸命やってる姿が全てかっこいいんでございますが、結構、ね。仕事してる男性はみんなかっこいいと思います。はい。てなわけで、そろそろ一次元目が。そうなんですよ。ちょっと二次元目の方でね、うん、あの、愛し合ってる会とか、そういうのももう参加していただきたいと思います。<laughs> は,いはい。はい。いあのー、ケイちゃんどうでしたかね一時間目もう美味しかった美味しかったもうバレンタインでときめきますねっていう話に持っていこうと思って美味しかった。美味しかった本当美味,た <laughs> 美味しかったよね。うん。 はあ、私、この 4, 4分の休憩でいただきますか。はい。はい。てなわけで、うん、もうそろそろ提供を言わないとね。はい。この美味しい時間をいただけたのもハニー株式会社の提供でお送りしているからです。じゃあ、この後2次元目でまたお会いいたしましょう。はい OK のこれで OK! はい、始まりました。OK のこれで OK! 今週はですね、先週予告しておりました。 え文学作品を読んでみようという回が、なんと今日から始まるそうです。嬉しい。私めっちゃくちゃ嬉しいんですよ。本当だって、こう、これ私の好きな。そうらしいですね。はい。あのお方の。そうなんですよ。まあ後ほどご紹介したいと思います。いえなんで私こんなにハードル上げちゃったんだろう私のコーナー。あの、ド M なんでしょうね。この二人どっちもド M だよね、きっと。きっとね。 ということで、はい、早速行きます。あ、何これ宮沢賢治、銀河鉄道の夜、シグナルとシグナレス。ガタンコガタンコ、シューフ。 サソリの赤目が見えた頃、四時から今朝もやってきた。遠野の盆地は真っ暗で、冷たい水の声ばかり。ガタンコガタンコ、シューフッフ。凍えた砂利に湯気を吐き、花火を闇に巻きながら、サーペンテインの崖に来て、やっ と東が燃え出した。ガタンコガタンコシューフフ。鳥が鳴き出し木は光。青青川は流れたが丘も狭間も一面に眩しい霜を乗せていた。ガタンコガタンコシューフフ。やっぱり帰るとあったかだ。 僕はほうほう汗が出る。もう七八里馳せたいな。今日も一日霜曇り。ガタンガタンギー。シューシュー。警備鉄道の東からの一番列車が少し慌てたようにこう歌いながらやってきて止まりました。機関車の下からは 力のない湯気が逃げ出していき、細長いおかしな形の煙突からは青い煙がほんの少し立ちました。そこで警備員鉄道付きの電信柱どもはやっと安心したようにブンブンとうなり、シグナルの柱はカタンと白い腕木を上げました。 このまっすぐなシグナルの柱はシグナレスでしたシグナレスはほっと小さなため息をついて空を見上げました空には薄い雲が島になっていっぱいに満ちそれは冷たい発光凍った地面に降らせながら 静かに東へ流れていたのです。シグナレスはじっとその雲の行く方を眺めました。それから優しい腕着を思いっきりそっちの方へ伸ばしながらほんのかすかに独り言を言いました。今朝はおばさんたちもきっとこっちの方を 見ていらっしゃるわ。シグナレスはいつまでもいつまでもそっちに気を取られておりました。カタン。後ろの方の静かな空でいきなり音がしましたので、シグナレスは急いでそっちを振り向きました。ずっと積まれた黒い枕木の向こうに、 あの立派な本線のシグナル柱が今遥かの南から輝く白煙を上げてやってくる列車を迎えるためにその上の硬い腕を下げたところでしたおはよう今朝は暖かですね本線のシグナル柱は きちんと兵隊のように立ちながら、嫌に真面目腐って挨拶しました。おはようございます。シグナレスは、節目になって声を落として答えました。若さまいけません。これからはあんなものにやたらに声をおかけになさらないように願います。 本船のシグナルに夜電気を送る太い電信柱がさももったいぶって申しました。本船のシグナルは決まり悪そうにもじもじして黙ってしまいました。気の弱いシグナレスはまるでもう消えてしまうか飛んでしまうかしたいと思いました。けれども、 どうにも仕方がありませんでしたからやっぱりじっと立っていたのです雲の島は薄い琥珀の板のように潤うみかすかなかすかな日光が降ってきましたので本線シグナル付きの電信柱は嬉しがって向こうの野原を行く小さな荷車を見ながら低く 調子外れの歌をやりました。ごごんごーごー薄い雲から酒が降り出す。酒の中から霜が流れる。ごごんごーごーごごんごーごー霜が溶ければ土は真っ黒。馬はふんごみ、人もべちゃべちゃ。 ゴゴン、ゴ、ゴ。 いやー、いいですね。いい感じで。頑張ったー、うん、拍手、うん、ありがとう、まあ、結構一回、かまないっていうことを、とりあえず。<laughs> よかったですね。エリュー症候群に感染しなくて。ね<ー> <laughs> 頑張りました <laughs> でも、ほんとよかったよ。ほんとあのーですね。うん、あの、ほんとよかった。ありがとうございます。ちょっとね、この、ユーストとかツイキャスの方はこう聞いてたと思うんですけど、うん、宮沢賢治ってどっちかっていうと、この、ほんとに、 夜のこの、ね、夜空の感じとか、うんまあね、銀河鉄道の夜っていうタイトルだから、ね、そ,うそうそう何ていうのかなインディゴブローブルーというブローブブローブ <laughs> さっき言ってたのに <laughs> だからさあの逆にマイク切ってユーストとかツイキャスの人たちとだけど喋ってた方が私はいいのかもしれない、ね、<laughs> ほんとなんだろうねこの入った瞬間のスイッチ ぐだぐだだよ。ということで。はい。二次元マンも始まりました。始まりました。この二次元マンもね、こんないい感じで始められるのもリスナーの皆さんとハニー株式会社の提供でお送りしているからです。よろしくでもちろん。私たちもいるよはいえ、てなわけでですね、二次元目、一時間目はもうバレンタインデーの話で盛り上がってもう来ましたので。はい。あの、ちゃんとし合ってるかいと。 愛し合ってるかいとね<え>。ね <laughs> あの、ちゃんと、ちっと恋してるっていう話をじゃあしていこうかっていう話なんですけど。ね <laughs> <ん>え。っと、そこに、そんなふりをしつつですよ。うんうん、あの、ちょっと、あの、Facebook の方に、はい、はい、あの、コメント。もう、あっちゃんなんですけどね。はい、うん。あっちゃん何も遠慮しないで、こっちの、あのー、そうだよね,ね。番組のメッセージも送ってくださいよ。う送ってくれたらいいのにな。いいのにでも、あっちゃん読みますよ。<laughs> えっと、あのー、 エウさん、むっちゃ楽しそうってほんと楽しいですよ楽しいですねあの前もって言っておきましょうねあの、うん、バレンタインデーのこのプレゼント男の方に限らず女性の方にもあげたいですからあのあのまあいいよフェイスブックに起こしてもあの <laughs> あいいよあげちゃうって、うん、まだあなたにあげるとは言ってないけど多分あげるはずよあのね、うん、あのそんなこんなであで皆さんどうぞメッセージください、うん、えっと一服堂さんからのあれで、はい、えっとですね どうやって検査らし、検査ら、検査検索したらいいですかえっと、大文字の E に、エリュエリュで、検索をしてください。そうしたらフェイスブックながります。あと、ケイちゃんもそのまま。そうですね、本名でやってます。はい。お願いします。はい、お願いします。篠原恵子です。篠原あれ篠原、篠原ですね。誰ですか篠原さん。誰ですかごめん。はい。 あの、今日この名前の話もしたんだよね。名前、うん、うん。私たち名前覚えらんないんでね。あ、そう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 。う人の名前って覚えらんないよね。ちなみにごめんね。あ、そうです、そうです。エリュウエリュウギノワン、ありがとうございます。あの、きっとつかさだね。あげてくれたら私、私私。あ、さすがケイちゃん、ありがとう。はい。 あのですね、あの、シェフ、シェフって呼んでる。シェフってパティシエでしょあ、パティシエって呼んでるのは、名前を私忘れたんですよ。マジすかこんなに正直に言われたらちょっと嬉しいぐらい。嬉しいんだ。ごめんね。で、何だったんだ、名前。風間一太郎と申します。風間さん一太郎。オッケー。なんでかななんで覚えられないんだろうな。うん。ね。覚えられないんだよね。難しいもん、人の名前って。そうなんだよね。不思議だな。 そうです、そうです、けいちゃん。そうです。ねごめんなさい。ま、まったよ。こんなでしたけど、やってくれるのはけいちゃんだけだよ。はい。ありがとう。えーとですね、そんなこんなで、えとでは愛し合ってるかいうん。愛にもいろいろありますからね。まあね、いろんな愛がありますからね。どうですけいちゃん、愛し合ってますか私とりあえず臨時愛から始めてます。臨時愛からね。臨時愛から始めてます。 愛って、あの、全然こう友情とかなんとかっていろんな愛があるよっていうね、みんな思ってるけど、本当は一個なんだよって言ったじゃない<ー>でも、あの、本当、この、なかなかね、無条件の愛っていうのは、難しい。うん、そうね。うん。でも、あの、みんなね、勘違いしてんだけど、うん、無条件の愛って、じゃあ何でも受け入れるってことだよね、そうだよって。でも、ここは、うん、みんな勘違いしてるのは、自己犠牲ではないってことですよ。 あそう、自分が苦しいとか悲しいとか、うん、そういうところの上になってるのは、愛されたいという思いの愛なので、これは愛ではないんです。うん、だから、自己犠牲の上には愛は成り立たない。うん、埋め立て地に、埋め立て地そう、あの、すっごいあの基礎のしっかりしないものを建てた時に地震が来たらすぐ、 倒れるじゃないあのよく言う液化あれとまさしくおんなじでしっかり足元がしてないのにこうだったらいいなああだったらいいなっていうような理想的なものばっかり掲げる愛っていうのは何にも実を結ばない悲しいかなだからケイちゃんの「とりあえずチン愛」から始めてみましたっていうのはとっても私いいと思うあっぽいかな あの人ってやっぱりさ近くにいる人のこと好きになるじゃん。うん、そういう感じですよ。うん、近くにいる人、あー、ね、あ,ーあ,あ、今日もいるね、ああ、あ今日もいるね、あ今日もいるねっていう人のこと好きです。<laughs> あと、あの,その今日もいるねっていう話からなんですけど、そんなに好きでもないんだけど、タイプでもないんだけど、うん、いつも見てたら好きになるらしいよ。 やっぱりそうだよね。だからブサイクな猫を飼ってて、いつも見てたらなんか愛着が湧いてきて好きになるらしい。あ、きっと日村さん好きなの？私、そういうことだと思います。なんかね。毎日見てるから、あの私の主人が好きな言葉で中のぶ。あのブックカバー本の表紙がどんな本であれ。 あのそれは関係ないって、うん、中身なんだっていう英語でのことわざがあるんだけどうん、うん、それが好きって<ー>ああそうだろうねとってもいい言葉だねい,いねうんだからあなたはストライクゾーンが広いのねって言ったんですけどね<ー>ちょっとなんかねおちくっとね、うんうん、やっぱりねそうですよストライクゾーンは狭めでいきましょうよ <laughs> <laughs> まあそんなのも置きおきながらやっぱりなんかこう。 深く、うん、あの広ががるるもののっていううあると思うんですよなんかうん、うん、表面的には広く広がるってみんなイメージするじゃない、うん、広く広がっていくものが広がるって、うん、ところがあの深いところにもしっかり浸透していくっていう言葉があるようにあれもだから愛っていうのはとことん突き,と突き詰めていった時に本当に何もなくて、うん、もうあるがままで相手を何をやってもあ そうなのねあなたはそういう考えなのにあそういう考えもあるわよねっていうところが受け入れたっていうか相手を認める位置にあるわけで、うん、別に相手が DV したことも受け入れるっていうわけではないんですよ皆さんその辺誤解なさらないように <laughs> それはねえ、はい、やってってほしいなこの頃ね悲しいかな、うん、すごい DV の問題とか虐待の問題とか、うん、増えてるじゃないですかもう増えてるんだと毎日 ニュースに登るというか。うだからこう、みんなに、この、異性だけではなくて、この愛し合ってるかいっていう部分ね、自分をしっかり愛してるっていうことを、ちょっと<ー>、聞いてもらいたいな、<ぁ>自問自答というかね、自分に。で、結構、どうあの、一太郎さん。はい。一太郎さん。<laughs> なんか、んちょっと緊張しますね、名前呼ぶとね。<laughs> あの、どうですかね はい、どう自分を愛してるって聞かれたらどうそうですね、うん、ナルシストとかじゃないですけど結構、うん、まあ楽しんでるというか好きな方だと思いますねだからこのケーキを作れるんだよなんか嘘っぽくないもんねケーキの味がうんねそうですね <laughs> あの、私、ケイちゃんのあの言葉、結構ケイちゃんの言葉好きなことがいっぱいあるんだけど、何ですかケイちゃんどんな人が好きってうん、ケイこのこと好きなって人って言ったのもめっちゃ好きで、あ、もう、この子最高って思って、見習おうと思ったんですけどね、<laughs> あ,<ー>あの、私ちょっと悪い癖があって、はいはい、あの、自分を好きって言ってくれる人は、うん、ありがとう っていう感じなんですよ。うんうん、どっちかって、うん、ありがとう、ありがとうってう感じ。で、どっちかというと、私のことあんまり好きじゃないとか、<laughs> あの、なんか挨拶してもんだよ、みたいな態度取る人が結構気になるというか。えー、そうらしいですね。えー、そう、エリューさん。別にこれは恋愛対象ではなくて、うん、なんかこう、よし、この人何分で笑わせられるかなとか、<laughs> え、この人何日で、こう、うん <laughs>、エリューこんにちはってそっちから言ってくるかなとか、うん、いいね、この頃ってどそっちからいつ言ってくるかなっていうような、 行動に出るのが好きですね。うーん。うん。珍しいですよね。あ、え、そうなのうーん。私は苦手かも。本当とうん。そうかだから、あの、自分の嫌いな人の懐に入っていくのが大好き。たくましいですね。ねえ。なんか、だから、ちょっとすいませんよ、つって入っていくんですかこうやって。あ、の、いつ行くんですか違う。あの、なんだろう。もう、バンっていく。バンっていくの って、ガバッと言たて、なんだこいつみたいな、ああ、じゃあこれから説明しますねみたいな、入った後、ちょっと早かった、ああ、ごめん、でもこんなもんだから、みたいな感じで、私は何々と申します、なんという要件できました、みたいな、あなたと仲良くなろうと思います、みたいな感じですね。って言いながらですよ、そんなことをしつつ、私はとっても人見知りです。 不思議。<ー> <laughs> うんと言えない。<laughs> とっても人てるそうですよね。絶対違いますよ。うん、一緒にてからさ。<laughs> あんなに話し込んでて。<laughs> えあの、本当好きな人と、うん、あの、なんだろう、好きでも、こう、いろいろあるじゃないなんかこう。うん わからんわかるけいちゃん私は人見知りなんでうんわかるんかきっとみんな納得するよね超人見知りですけいちゃんマイクの前じゃなかったらとっても静かでそう私も静かだよそれはないですそれはないですけどあのんか興味をそそられないっていう言い方変だななんだろうななんかこう 誰か他に喋ってくれるんだったら私何時間でも黙ってるし何日でも黙ってるよっていうぐらいあの緊張するから喋るう、ね、あそうそるって間が怖いので喋りますね、うん、<ー>あとでも間が怖くない相手もいますよマーコさんとかあ怖くないです、ね、もう最高 <laughs> もうマー子さんみたいな。マーコさんってあの お母様ね、そう素敵なんですよ。あの今月の最後の日がえーと二十三日のゲストがマーコさんになってます。この日はあのガールズトークで、ガールズトークで、はい二十三日ガールズトークで、で来週の九日、九日だよね来週。そうですね。この日はあのちょっとねあの何綺麗になりましょう。綺麗になりましょうと。うん。あのバレンタインデーの前なの。おー女どもよ綺麗になれた。そう。 でもそこは、男どもも綺麗に。男どもも好き。っていうような、ちょっと私ナンパしましてね、綺麗なお姉さんを。ああ、好きですね。はい。そうなんだよね。そうなんだ。私ナンパするの好きなんだよね。なんかこの番組に関してだよ。番組と自分の仕事に関してだったら喋れるわけ。ええ。そう、そうだよ、私。私も。仕事に関しては喋れる。 男の人でも女の人でも何ともなく、うん、ただこっから離れてプライベートに入ったら喋れない。<laughs> プロ意識ですね。<laughs> <laughs> あの、そん時はなんか降りてきてんでしょうね。えー、あの、なんか噛んでても。えー、はい。噛んでても。噛んでても。ああ、そういうことね。<laughs> <laughs> そうですね、そうですねあのプライベートに入ったら本当に喋れないあ、そうですねえっとですね、一服堂さん、びっくりしますよねえ、自分大好きな大型ですあ、大型なんだそうなんだそうなんだえっと、和太郎さん一太郎さんちょっと A 型です A 型、あぽい、A 型ぽいまこさんは A 型なんですよえっ オガっぽい。ケちゃんは？私 B です。血水の B です。かっこいいですね。かっこいいですか？血気。うん。もう本当にマイペースですね。ああ、なるほどね。そうなんだ。えっと一服堂さん自分のは言わない。えっと一服堂さんはあのオガダらしいですね。えっとをじゃあ今頑張って喋ってそうなんですよ。私かなりもう終わった瞬間酸欠ですからね。あの。 人見知りなのにナンパって、そうなんですよ、あの仕事とかラジオに関しては、ナンパしますね。ねうん、もう、どうなのこうなのって言いながら、ナンパして、もう引っ張る。でも、無理じゃないですよ、相手の人も楽しんできてくれるという部分がありますが、はい。えー、っとですね、えこれはけ慶ちゃん、ないなになに熱を熱を熱をどっち<を>新しい方でしょうか。 はい、さーいって、えっと、すいません、えっと、シロうさん。えぇ、しろさんシロうさん、上。そこで見たらそうなのかなえっと、これなんて読んだらいいか教えてください。どれえっと、はちーさんの下。ナンパしエーの下の方のコメントの、熱を。熱を。はい、はい。はイなんだろうね。はい。ホットホットボーイホットボーイから。はい。 はい、ええとですね。ええー、って、何にええなんですかねねえ<ー>。はい。もう一個ます。あつおですって、あつおですって。<laughs> <laughs> そうだよね。そうだよ。ごめんごめんごめん。あつお。普通 <laughs> 普通にね。あつおは普通え、名前えー、っと、えー、っと、いみちゃおじさん。セッションの時のエリュさんを見たらパティエス、パティシエさんも、あれエリュさんって思わず、え、ちょっと待って。いみちゃさんどういう、い、い、あれどういう意味かな <laughs> ちょっと違いますもんね。セッションの時どんな感じいろんな顔があるエリオさんの中にイメージ私の中はそっか仕事の時はかっこいいかっこいいかっこいいそうですよじゃあ仕事の時ぜひいらしてくださいありがとうございます褒められてるということでありがたい感謝ですよ はい。えっ、ー、と、どんどん褒めてくださいね。<laughs> え、でも、あのー、厚尾さん、これからもよろしくお願いします。ね<え>はい。なんか今日、本当嬉しいですね。いろんな方がどんどん入ってきてくださってるというのが、とっても。うん、えっと、ちゃんおかさんがお目見,見えにならないということは、お食事中でしょうかね。もしかしたらね。はい。えっ、ー、と、けいちゃん。はいはい。あの、なんかこの間、舞台の、あの、なんか、やってるって言ったよね。舞<台>おっきい。 ああ、はいはい。今度の舞台って何今度は、金、金は2月21日ですね。2月21日。はい。今日って何日 ?2 日 2> ?1 月、あ、2月2日です。<あ> <laughs> やばい。2月です。はい。忙しいですね。はい。2月の21日に、はい。音市場。はい。えー、沖縄市小座にあります、はい。ミュージックタウン音市場というところで、はい。うちのエンタメザベスト10。 というのがありまして、テレビでやってたの、あのベスト10風に、<ー>まあ沖縄のエンターテインメントを紹介していくというものがありまして、なるほどね、その中で、はい、あのライオン・キングっていうのをやります。ライオン・キングじゃないんです。ライオンヒングですちょっとかわいそうな沖縄の男の子の話で、うん、曲はライオン・キングの曲を歌ったりするんですけれども、楽しみですね。その中で、その中でまあダンサーをやったりします。はい、じゃあ、その舞台の中でも愛は感じます もうもちろん舞台は愛でできま、できてますから。なんかいいないいないいなってなわけでですね、あの、さっきもこう愛の話をちょっとしていたんですけど、自分を愛してますかっていうことで、自分を愛せてる人って、他の人のことも自分のように愛せるんですよね。それは思えません。自分を愛せてないと、結局なんか愛してほしいから出てくる、あの、愛なので、うん、なんか、 重たいんだよね。そうね、うん、それは愛じゃない気がします。そう。手、うん、なわけでここで一回 CM に行きましょうかね。はい。ね、はい。 はいなんかあのね、うん、こうちょっとこう「愛ってさ」っていう話をしながら言いましたけど、うん、あの孤独孤独うん、うん、あのどんなに自分を愛してる人でも、うん、でもちろん自分を愛せてない人っていうのはすごく何て言うのかな孤独を感じるというかでもこの自分に愛を感じてる人の孤独と自分に愛を感じれない人の孤独ってすごい差があってそうなんだ。うん、うん あの自分を愛しきれてない人の孤独ってもう死にたいとか、うん、もう俺ってとかもちろんこの愛して自分を愛してる人でもまあ普通の人間なので、うん、死にたいと思わない時ってないと思うんだよね。そうねうん、でもその頻度がちか違ったりこののな、うん、なんていうのかな盛り上がってくるというか立ち直るまでの時間が違ってたりとかそういうのってすごい差があって。うん、あの この孤独と感じる時間を一瞬寂しいと感じるけどそれを自分がこのステップアップするための孤独時間に変換していくことができるかうん、うん、できないかの差っていうのはあの自分を愛してるかどうかにこう変わっていくというか、うん、関わってるというかうん、うん、だからあのやっぱりこう自分は愛しててなかったり自分のこと嫌いって思ってるとこう。 あ辛いとかって言って、焼け酒に走るとか、焼 <laughs> け食いに走るとか、<laughs> うん、なんかこう、ちょっと言葉は悪いけど、寂しさから人に何かを委ねてしまうとか、もう自分自身を何かにも自分で歩くのではなくて、依存だったり委ねることに走ってしまうことが多いのかなっていう残念な感じがするんだけど、 周りから見てて「この子こんなに綺麗ですいいとこいっぱいあるのにどうして?」っていう人っているじゃないんなんかどうしたんだろうって思う時にやっぱり周りではわからないこの子の中の傷だったりあの癒しきれてないものがあったりするわけでそこから来る孤独つまりこの孤独っていうのは人との信頼関係が結ばれない結べるコミュニケーションのとり方を知らないとかでそんな時に本当にあのなんていうのかな 自分を見るという作業ができてたならば、うん、誰かがいなくともなんで自分がこういう感情になるのかなとかそういう自分の内側に向ける視線というか、うん、そこからあ自分はこうだったからこうだったんだじゃあこれはどうだったのかなという部分で整理がついていくつまり癒しが起きるというかその癒しが起きることによって、うん、あのそのことは過去に起きたものである。 今ではない。その過去に起きた出来事で自分はまだ苦しんでたんだな。じゃあこれは過去の出来事なので、今ではないということを気づいたときに、この人は今この瞬間に戻ってくることができるんですよ。うん、で、初めてその時に、悲しい孤独から、孤独時間というものにシフトされて、自分を成長させるための時間に使うことができる。例えば、あの、パティシエなんかそうだと思うんですけども、はい、あの、 新しいものを作り出すというか、はい、ね、どうですかあの自分のこの何かを作り出す生み出す時の時間というのはやっぱりそして何か作り出す時間、うん、やっぱ大好きですね<ー>、はい。本とかよく読みますし、うんはい、やっぱケーキのことを研究している時間ってとても楽しいですね、うんはい。これでお客さん喜んでくれるかなって思いながら作るのがすごく楽しい時間ですね。うんうんうん ねえそれが本当、伝わってるもんね、私たち、食べてというか、見ても伝わってくるし、<laughs> うん、あのお店の雰囲気というか、空気も、空気感もね、すごいし。うん、で、けいちゃんなんかも舞台やってると、やっぱりこう、けい、うん、ちゃんも自分が好きって、はっきり言える子じゃない好きよね。<laughs> <laughs> だからこう、けいちゃんの舞台見てても、力強さだったり、伝わってくるものってあるから。そうなんだう どうですかね、ケイちゃんは。自分でこう、うん、みんなでお稽古するときと自分だけでっていうのがあるじゃない、うん、ありますね。逆に、私はみんなでやってるときに急に、うん、あ、一人で戦ってるって思うときもあります。でも、一人でやってるときに、あ、みんないるって感じる。うんうん、逆パターンが結構多いですね、意外と。まさにそれって、あの、 繋がってるっててる感、ねう,うん、うんうんうん本当にそれかなってそのなんか一人でこう自分を愛してない人っていうのは、うん、みんなの中にいても寂しいと感じるうん、うん、だけど自分を愛してる人っていうのは今けいちゃんが言ったようにこの離れててもあなんかつながって一緒に戦ってる感じがするっていうあの本当に人っていうのは一人ではないしあの 私、武蔵の言葉で好きな言葉があって。武蔵格闘家のそうなんですよ。宮本武蔵そう。あの、あ、格闘家じゃないよ。あの、宮本の方ですね。そう、宮本の方。そうそうそう。あの人の言葉で好きな言葉があって、結構私、あの人が、あの、残した言葉って好きなことが多いんだよねあの、なんか人として好きというか、へぇー。あの、 万一空っっていう言葉があって万里1万2万っていうね、うん、万里の長女の万里に一つの空って書くんだけどどこにいてもどの空を見ても、うん、この一つの空でつながっている。えー、そうであの目指すものは一緒だし見ているものは一緒だし、うん、ただそれに気づくかどうかだったりとか、うん、だからあのその部分のね いいっていうかうあの本当に国でもないしあのなんていうのかな人種でもないしあの本当に国境を越えたものだったりなんか私の中にある大きな家族っていうイメージとこの宮本武蔵のこの万里一句っていう言葉がすごいドンピシャでこの人のいろんな言葉を読んでる時にこれなんだよなーってあの。区別はあっても いいことだとだ思うんですよ自分と相手の違いというもの区別があることで相手を認められる、うん、でも差別はこの世の中に必要がないもの差別をすることは愛ではないので,で愛ではないことを相手にするということは自分に対しても自分の中でこれはいい感情悪い感情とか、うん、これはいいこと悪いことこれをやった私は悪い人とかっていう自分の中にも差別があるんですよ。 だけどそれをやってるのは全て自分であって全て一つのもの、うん、それを大きく表したのが万里一句という言葉とすっごい共通点があってだからあのもしねこのラジオの向こうで孤独を感じて、うん、なんかいじめを受けてる人だったりなんかこう人とのコミュニケーションが取れなくて寂しくなったりとかしてて誰にも話す人がいないって思ってる人が いっぱいいると思うわけ。なんかこう、例えば、虐待されてる側の話ばっかり、あの、浮き彫りになってるけど、虐待してしまってる人も、やっぱり被害者であって、あの、あくまでこれは私の、あの、個人的な考えですけどね、この虐待をしてる人自身も悩んでると思う、すごく。だからそういう人たちも、あの、自分が責められる、悪いことをしている、 っていうところから人に話せないと思うけど、やっぱりそこには何らかの傷があるわけで、みんな同じような悩みを抱えてるので、誰かに話してみたならば、その苦しい孤独という地獄から抜け出して、本来の自分の愛しているという部分の癒しのスペースにね、戻ってこれると思う。だから、あの、ちょっと隣の人に、 この人だったらいいかなできるならば自分と違う匂いのする人に話してみるのが得策かと思いますね。<ー>いいんですよ、例えば本当ケーキ屋さんに行ってケーキ屋さんに「<laughs> すいません、私なんかつらいんです」<laughs> ね。ねどうですあの <laughs> もし私がいて「<laughs> はい、パティシエ今日私ちょっときついんだよね」。 って言ったら、エリウさんお茶でも飲んでいきないよって言ってくれるよね。よね、ねあのきっと初対面でもなんか相手が苦しんでるなって分かったら、ね、こいつなんだって思いながらもちょっと休んで優しくするよね。優しくするよ。あの本当あの人はそんなにあの冷たいばかりじゃないような気がする。うんうん、だからあのちょっと一言出して。 見てはいかがでしょうかそしたらきっと、あのね、ねさっきあの、厚尾さんでしたっけ、うん、あの、俺っていいなって思うって。<laughs> 俺って最高、さすが俺って、が俺、そう、うん、って感じですって、あのー、厚尾さんに言ってくれてたけど、うん、本当にね、誰かに一言ポンと吐いたならば、うん、今まで自分が好きって思えなかったかもしれないけど、その吐いたことによって、その一言を、 ののススペースが自分の内側にできるわけじゃない、うん、外に出したおかげでそれがきっとそこからねその一言を出したおかげでやっとこそこから風がなんか流れていくというか、うん、酸素と一緒に愛が体中に巡っていくんじゃないかなと思うので是非、うん、周りの人に話してみてその今の孤独ではないあなたの素敵な孤独に。 やってみてみはいかがなのかなと思ってます。うん えーっとですね、そんなカオナで愛の話とか孤独の話をしてまいりましたが、えーっと一服堂さん助けてくれる人はたくさんいると思いますね。いっぱいいるよ。あの、はい、ね、どうですあのパティシエ名前なんだっけ？一太郎です。一 <laughs> 太,<郎>太郎と申します。一 <laughs> 太郎さんです。<laughs> <laughs> ちょっとこれはひどいですよ。<laughs> ごめん、ええ。ええ、もう,う、あのー、覚える気はあんだよ。いや、もう。聞き直せる勇気があるから、多分忘れるす。すごい、こんな素直に聞いちゃうんだって思った。さすがいるさん。たくましたです。<ねえ> <laughs> ごめん。<laughs> で。<laughs> それで。忘れたよ。忘れちゃったの。<laughs> もう。あのー、そうだよ。甘える勇気。 本当にさ、うん、必要だよねねそうね結構人には優しくできるけどあの人に甘えるって難しいよね。もう本当になんか今日本当あの新しいメンバーがねブレンが増えてきたような気がしますが。うん 嬉しいな。なんかいろんな話をこうやって、あのね、ツイキャスとかを通して話ができるっていうのは本当嬉しいですね。で、四郎さんこと、合言葉は、あっつおですね。この方もなんかいいですね。ほんと。ね、ちなみに、あっつお合言葉的な意味です。そうです。どうなんだろう。愛してるのあ、つまらないのつ。えあ、違う、ごめんなさい。えそんなんじゃないでしょつながりのつ。つながりのつですね。おっとやってしまったの。お おっちょこちょいの王だな <laughs> ごめん。えっと、一福堂さん、弱音を吐くのかあ、吐くのかっこ悪くないと思いますよ。うん、そうですね。自分がオープンにしていかないと相手もオープンにしてきませんからね。うん、あのー、もう本当、ちゃんおかさんタイミング的にすごいよくって、あのー、何ですかね、けいちゃん。何が<か>あの、ちゃんおかさん。<か>私はなんか、ちゃんおかさんは、うん 何だろう支えられてる感がありますねあー確かにねすごくいつでも見守ってくれている感はそうますねそうそうなんかまずくなったら「うっと」となんか手を差し伸べてくれるような <laughs>、うん、もうあの勝手にですけどね、うん、えっとろさんちなみにあここはいきましたねえなんてって聞き返されたのはあのさっき名前を聞き返したことに対してのコメントでしょうか <laughs> はい えっちゃんお母さん何ですかえりゅうさんってなんか何でしょうかね無視しましょう気づいてますよね無視しましょうって分かり分かすごいあのすごいですねお前大丈夫か的なこう首をかしげてるんだと思いますねそれを感じたので無視しますはいえっと一福堂さん仲間に入れてもらえるのもらえるかなもちろんあなたはもう会員ナンバー何番でしょうかね何番でしょうね私の中では全員一番ですから一番はい えーっとイミッチャさん、おっと、と、はい、やばい、今度、エリオさんに会うときは先に、よしつぐです <laughs> え何って、<laughs> <で>名前を覚えられないから。<laughs> <laughs> でもさ、イミッチャさんに私、ねえ、イミッチャさんってさ、名前、よしつぐだよね <laughs> 結構経ってから、<laughs> 結構経ってから、そうですよ、よしつぐですって <laughs> 言われた。<laughs> でもああれはちょっっとなんかこうストーリーがあって はい。<う>で、よしヨぐだよね。で、確認しましたね。はい。え、怖い、お母さん。なんだってって。うん、何でもないですよ。何もいよ。兄貴。えー、っと、シロさんから <laughs>、うん。誰かいたっけってやつが気になりますと。 そうそう知り合いにね、四郎さんっていう人が何名かいるんでもしかしたらって思ったんですけど、<ー>違うと思います。はい、私も佐野四郎に似た佐野四郎はい、小原武史っていうの知ってますね。知ってます、知ってます。私も知ってますね。知らないやつはモグリだぜっていう。モグリはい。<laughs> 小原武史、いいやつですよね。いいやつですよ。えもうみんな名付けていけば。 そうよねプレート下げてで結構、おでこに書いてくれたらおでこかこの頃見えないのでね、私、目が大丈夫ですかこの間、コメントで「鎮座する」って書いてあったのにケイちゃん、銀座って見えんだけどえエリさん、鎮座ですよって言われてねそんなこんなで私、このエンディングのこの曲好きなんですけどそんな無理してね頑張らなくたっていいじゃん。頑張らなくたって いいじゃんっていうよりは頑張れない時だってあるんだしねっていう言葉に甘えて生きてる私でございます。はい私ももういいよね私たちほんとこの感覚うんゆるっかゆるっと,るっとああ落ち着きます <laughs> <laughs> あれ今日なんだっけ番組始まる前に、うん そう,そう、面白い話したんだよ。結構面白い話したよね。そう、なんだっけそれ番組で話しなよって言われたやつだよねそ。そう、総務に言われたんですけどね。なんだっけね。あの、スポンサーの総務にね。あ、えー、PM2.5? <laughs> そうそうそう。そう <laughs> あの、PM2.5 ってあるじゃないですか、今、ね、天気予報で。はい <で>ね、私、何天気予報で午後2時50分に何があるのってずっと思ってて、午後 <laughs> 時分 <laughs> そうだから、えーとか思ってたらうん、うん、そうじゃないっていうのがか分かって、で,はい、で、そうしたらこう、さっき言ってじゃない覚えるのが苦手って、うん、なんかそういう名称にしてもなんかこう、うん、今、なんかとにかくなんか覚えられないんだよ、そして、うん、なんかこの PM2.5 を今日はなんか息子が喉痛いって、へっ PM25 のせいじゃないって言ったら、お母さん、それじゃあさ、氷が <laughs> 落ちてくるよって言うから、<laughs> え、なんでって言ったら、PM2.5 だろ ?25 だったらとんでもないよって言われて、<laughs> あ、そうあれ大きさの単位なんですよね。そう,そうそうそう。そうん、うん、で、なんか、それをね、この番組前に言ったら、それはネタだろう、番組で話せって総務に言われて。<laughs> もう一回あったんだけどなぁ。<laughs> 社交ダンス習いたいって言ったら、<laughs> あー、それだそして、<laughs> なんかね、こう、あの、初心者歓迎ってなってるから、うん、じゃあ、私だろうって言ったら、うん え、何習いたいの <laughs> バジルって言ったらジだろ、じゃあ、食べ物 <laughs> <laughs> それは食べ物こんなね、私ですが、あの、皆様の愛と、けいちゃんのでかいサポートでやっております。<laughs> はい。今日なんかもう、愛のこもったケーキを。本当においしかったです、はい。ありがとうございます。あの、来月は、はい、ホワイトデーということで <laughs>。あの、来月、もう、実は抑えたんですよ。3月1日のゲストで来てください,いすげえ よろしくお願いしますえっと…一太郎さんはいやっと覚えてもらえたそのままこの間だったんですね。ひどい今肘にこう…っなんかねなんかねもう頑張っておりますエリュはいはいはいコメント来てますはいお願いしますえ、シロウさんはい。PM2.5 を改め江頭2時50分そう 一服堂さんお腹痛い明日腹筋が筋肉痛間違いなしとわあありがとうございますいいですよシェイプされてしまさんがただいまっておかりもう終わるよはいという感じですはいあのそうだよ北さん終わり総務の仕事も終わりはいそんなわけでですねあのもう本当もうちょっとなんですが来週あの来今月は毎週 ゲストいますねはいそうですね皆さんどうぞインフルエンザなのかねおもしいメッセージお待ちしております誰にチョコが当たるかはないそうというところではい来週まとめて9人の方楽しみにしといてねなんか9人ってすごいね9人増えてませんだって私とけいちゃんで2人2人で4人でしょでパティシエのあそっかしたさんから5人でしょ9人ということではいではみんな来週もねはい待っててちょうだいねうんはいってなわけで こんなに楽しくできたのもハニー株式会社の提供でお送りしたからですそれと今日はなってたって一太郎さんいたしねそうですよねケーキも美味しかったしねありがとうございます、はい、<laughs> こちらこそありがとうございます名前覚えたぞ <laughs> 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 じゃあまた来週お会いいたしましょうはい。バイバイ